はは、い、こんにちは永田ですえっ、ー、とギャラクシーノート10、えーえー、ケース付きの鮮明な画像が出てきたよっていうお話をしてまあ私がね動画出すのが遅かったのもあれなんですけど、えー、そんな中でえほぼ公式なレンダリング画像が出てきたので。 そのお話をしていこうと思いますけれども2色ですね2色のレンダリングが出てきています両方とも、えー、ノート10無印の方でノート10プラスではありませんか出てきてますブラックと何だろうのオーロラチックな感じの、えー、グラデーションかかっているカラーですねオーロラホワイトでこうクリスタルなんとかとかなんかかそんな感じになるのかな、ね あのなかなか綺麗なななものににっ,っていいるかう,ふうには思いますどうだろうなやっぱこうやって公式のレンダリングが出てくるってなるとちょっとやっぱ見え方が変わってくるかなっていうふうに個人的には思っていて特にこのグラデーションマジックっていうのかな <laughs> かっこよく見えなくもないというふうには思いますしブラックの方もかなりシックな感じでまとまってるので。 なんかそのスーツ着てる人がね使ってても何ら違和感のないデザインに見えますね若干このここになんかエクスペリアっていうさそのサムスンのロゴのとこにエクスペリアって載ってても何の違和感もないような感じに見えるんですけどそれは俺だけですかね <laughs> 俺全然これにソニーとかエクスペリアっていうロゴが入ってても何らの違和感ないんですけどはい。 でまあそうねかねてからこう出てきていた画像と、まあ、そのまんまあの一致するので何ら驚くことではないかなっていうふうに思うんですけどまあここに来てその本体カラーの、まあ、こういうグラデーション感っていうところももちろんそうですけど S ペンのカラーとのねそのなんか合わせ方っていうところも見えてきてるので、まあ、よりなんていうんですかギャラクシーノートファンとしては。 あ,のあなんかいい感じかもとかもしくはあもっと違った感じの、えー、カラーパターンで来てほしかったなとかってまあいろいろこう思うところが出てくるのかなっていうふうには思いました、うん、まあギャラクシーノート9の時にはまあ俺のねこのピンクモデルなんかは S ペンの色はそのまま同じ同系色なんですけどあ, <laughs> あのブルーか。 ブルーに関しては S ペンがイエローになってたりとかして結構ポイントカラーになってるんですよねそういう使い方となってるのがこのなんかクリスタルカラーっぽいようなクリスタルオーロラっぽいようなやつのこのブルーとの,の感じかなっていうふうに思うんですけど、まあ、今回押していくのがこのカラーなのかな。あのね、他のギャラクシーノート9でもこうやってピンク以外でもそのブルー ブルーを除いたカラーバリエーションのものに関しては S ペンは全部同じ色になってたんでその本体に合わせた色になってたんで本体と同系色になってたんでまあわざわざそこで例えばこうコアな方は S ペン買い直してねあの入れ替えてる方ももしかしたらいるかもしれないですけど俺もこうやって S ペンとこう本体の色変えてもらった方がかっこよく見えるんだけどなって思うタイプなんで。 あのブルーにもやっぱ引かれた時はあったしノートナインを買う時にブルーにしようかなって要は S ペンが黄色いんでそこのね比較っていうところでかっこよく見えるよなーっていうふうに思ったんですけどで今回出てきたこの、まあ、クリスタル系カラーのねところでのそのブル,ーブルーのペンとこのク,スクリスタルボディーのところでそれもまたかっこよく見えるんじゃないかなっていうふうに個人的には思います。まあ あの落胆している方もいるのは間違いなくてやっぱコメントでも来てるんでねカメラの部分のデザインっていうところもそうだしあのパンチホールになってるところもそうだしパンチホールがこう真ん中に来てるっていうところもそうだし、まあ、あとはそうですねイヤホンジャックがなくなるっていうところもそうだしまあおのそので少なからずこう残念な、あのー、残念に感じる部分っていうのも出てきてるのかなっていうふうには思うんですけど。 個人的には全体的にどう,しどうやってもやっぱまあ,あのアップグレードされてるっていうところはほぼ確信してるところでもありますしリークされてるそのスペックとかねそこら辺から考えても。ぶっちゃけあの例えば、まあ、その今俺画像も見ながら話してますけどこの画面よりも確実に大きくはなってるんですよ。 その占有率も含めてですけど特に、えー、ノート10プラスなんかはここで画像は出てないですけどノート10プラスなんかはあのー、そうですね、あのー、現状のこのノートよりもさらに大きくなって6.7インチの画面を備えるなんても言われてたりしますしでーノート10無印なんかは、まあ、S10 プラスかなと、まあ、同レベルっていうところで。 でまあほぼほぼあの画面のこの,あの占有率とかそこら辺も変わんないんだと思うんですね、まあ、多少ノート10プラスの方がカメラのそのノッチ部分があの大きいんであのあっ違う違うええー、S10 プラスの方が大きいんでノート10の方がまあ,あの画面占有率は若干高めにはなるんだと思いますけど。 まあそこまで気になるところではないかなっていうふうに個人的には思ってたりしますこのパンチホールのところも。うん、でまあこの流れっていうのがかなり俺の中ではほぼ確信に近づいていってあの次の S11 かではまあカメラ内蔵ディスプレイになるんだろうってなるんでしょっていうふうには思ってるし。 でさらにその先の来年のノートなんかにもよりそういうところがしっかりと反映されるんでしょっていうふうには思ってるしでもっとまあうまくいくのであればまあギャラクシーノートフォールドみたいなノート F みたいなね感じでそのフォルダブルタイプのギャラクシーノートもあのまだ実際に発売されてないですけどギャラクシーフォールド自体は。 そこのまあ反響によってはねあの早い段階で出てくるんじゃないかなというふうに思ってるのでこの「ギャラクシーノート」っていうところがまあどれだけ今回の、まあ、かなりリークもされてる中で出てくるわけですけどそこからその反響がどうなるのかそれに左右されるとは思いますけども結構俺の中では期待してたりします。これは買わないけど従来から買わないよっていうふうには言ってますけどあの期待はしてるんですよその反響っていうところに関しては。 よりその先のところに、まあ、サムスンが前のめりになってくれるようになるからそこであのいい評価を受けたりするとだからこんだけこうリークが出てきてはいますけどもまだやっぱ正式な発表のところで話される新しい機能とかそういうところも期待できるのかなっていうふうには思ってますし期待したいなっていうふうにも思ってると。 と,いうところです、ね、まあついにあの公式のレンダリングが出てきて、まあ、8月発表だって8月の8日か発表だっていうふうに言われてますけども、まあ、楽しみになったねもう1ヶ月切ってますからねこれはちょっと楽しみだな。 まあ俺自身はかねてからいろんな動画の中でも言ってますけど「Galaxy ノート9」いいところももちろん感じてるけどやっぱり不満点も感じていてまあそのバグだったりとかっていうのもあるし、まあ、あとはそのバッテリーの持ちとかっていうスマートフォンの基本的なところですかねそういうところがちょっとないがしろにされてきてんじゃないのっていうふうに思ってもいるので。 まあそのノートナインだったりとかっていうところでノートナインとまあその次の S11 っていうところでそのスマートフォンのまあそういう点もねしっかりと考えてもらいたいなっていうふうには思ってるんですけどでそれを反映させてノート11っていうの来年のモデルにもっていうふうには俺の中でのそのサクセスストーリーというかねそういうところは思ってるところがあって。 まあ今回のこのノート10がもうかねてからちょこっとしたリークの時からずっとこうやって動画出してってますけどもまあいよいよ8月の8日っていうのが迫ってきてるところでのこうやって公式レンダリングが出てきてなかなかあの買わないとは決めてるとはいえあのどこかにあのこう胸の高鳴る部分というかねそんな感じを受けてたりします。うん あのギャラクシーフォールドもね同じような感じですよ俺の中では。えっ、ー、とメイト X と並べて考えた時に俺だったらメイト X だなっていうふうには思ってますけどそれでもやっぱギャラクシーフォールドっていうのをねまあこうやって動画にしていくのもそうだしまあ実際その過程で調べたりとか見たりとかっていうのをしていくわけですけどもまあ、現状だとねギャラクシー原宿の方での展示はねストップになっちゃってるわけですけど。 そういうふうにしてるとどうやっぱ少し少なからず期待感であったりとか今所有所有欲というかねそういうものも出てくるしそうね楽しみではありますよねどう,しどうやったって楽しみにはなるんですよ。うん だから例えばそういう中で言うと、まあ、全然関係ない話になっ全然関係ないというか全然別のモデルの話になっちゃいますけどエクスペリア1なんかもね当初からあの、えー、デザインがリークされてきた時からそして正式発表されたところから結構俺自身としては低評価を、まあ、あのしてたりをしていて酷評というかねしていてかつ うん、まあやってきている中ででかつまあ俺の理想論みたいなのも話したりしてたじゃないですかただやっぱい,いよいよこう海外もそうですけど発売されるっていうふうになったところでは期待は多少なりともやっぱ持ってるわけですよね。うん、でとか見ててもやっぱ 酷評してる俺の意見とは別でやっぱ高い評価をしてるね意見もかなり見受けられてるから実際問題はやっぱその通りになってもらった方が俺としても良かったんですけど蓋を開けてみたらバグだらけだったりとかっていうところもあってうんっていうふうにはねやっぱ正直になったところもあるしだからギャラクシーノートも買わないで買わないっていうふうに決めてたりしますけどもでギャラクシーフォールドもねそうだし。 ままあ成功してしててほいとは思ってますよ、ねうん、だからそれがだってその先につながるしでそういう成功例がやっぱ出てくることによってその他のメーカーも刺激されるんでねやっぱそこは成功して欲していわけですよだから今回の、まあ、例えばエクスペリア1でのバグがいろいろ出てきたところで一回落胆をしたんですけどああそうなっちゃったかっていう。 でや,っぱや,そのやっぱ俺も買う気にはやっぱ到点ならないなっていうふうに思ったしただ逆にここで気持ち的に切り替えたのが、まあ、本命として最初から持ってたエクスペリア2っていうものですね第2のフラグシップっていうところへの、まあ、新たな期待というか「うん、あのスター・ウォーズ」の表題で言うんだったら新たなる希望みたいな感じですけど、うん、まあここでの。 エクスペリア1でのバグだったりそういうものをあの潰しに潰してってエクスペリア2につなげてほしいなっていうふうに俺の中では切り替えて考えたしだから今回の、えー、ノート10もそうなんですよねギャラクシーノート9で少なからず俺が感じてる不満点とかそういうところも解消されるといいなっていうふうには思ってたりします。あのスペックが、ね、上が上ったりとか すするのははもちろんんだとは思うんですよそれはやんなきゃいけないんでそのどうやったってフラグシップなんですからフラグシップはもう常に上を見てって欲しいっしからねただその上を見て,見ていくんですけどその上に到達したその機能を100%満足して使ってもらえるようなそういうバッテリーだったりとか動作の格つきがないとかそういうこう。 スマートフォンとしてやっぱやんなきゃいけないところっていうのはないがしろにしてほしくないんでまあそこら辺は実際問題出てきてからになるんですけどギャラクシーフォールドでねあんなこうつまずきを感じ持っちゃったしまあもっと言うならやっぱりギャラクシーノート7の記憶がまだ残ってるところではありますから。 うん、ちょっとこう頑張っていただきたいなっていうふうには思いますねちょっと慎重すぎるのもあれなんだけどやっぱきちっとやってもらうところはきちっとやってもらいたいなっていうふうには思ってるんでまああのちょっとこう話が分散しちゃいましたけどもギャラクシーノート10の、えー、公式レンダリング画像が出てきたというお話でしたまた見てなバイバイ